天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。天才ピアニストの竹内です。ますみです。さあ毎度おなじみ深夜おでんですね、うん、提供を再びいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今日もスポンサー様がついていただきましてね、ありがとうございます、今回はですねさすらいのネギ職人様からいただきました。ネギ職からいただいてますか。いつもねコーヒーの差し入れとかをね、はい、送ってくれるんですけど、このね、はい、ラジオトークのアイテムでするのがあるんですけど、はい、それを送ってくださってるんですが、うん、今回は提供いただきました、はい、ちょっとメッセージもございまして、うん、ますみちゃんに提供言われたいってことで今日はプチーさんに習って提供を。この前上沼さんメイクしてみたけど、うん、あれを毎回するますみちゃん一言お肌を大切にっていうありがとうございます。お肌ね、うん、あれ結構乾燥しますよ。なんかこの擦るからね、やっぱり塗る時も擦るし、うん、落とす時もあのシートタイプで落としてるから、うん、どうしてもね肌擦っちゃって。そうですよ。だってひどい時この鼻の周りめっちゃポロポロなってる時あったよ、ね、ああな乾燥でな、えぐかったよな一時、顎とな。あれでもそう考えたらその割には綺麗ですよ、うん、やっぱりやってる割にはね。やったからもう本当にあなたとクッキーさんはね肌強いのよ。肌強いのよだいぶ、ね、お母さんありがとう。ありがとうお母さんが産んでくれた。はい、はい、では提供読みよろしいでしょうか。お願いして、はい、それではさすらいのネギ職人さんですね。そうですよ。はい、はい、それでは参ります。はい、この番組はネギの数だけ愛があるさすらいのネギ職人さんの提供でお送りいたします。よっしゃ、ありがとうございます。やったー。ネギの数だけね、ネギの数だけ刻んでるんでしょうか。愛があるあなたのね、はい、ネギ職人さんのネギの数だけ愛をいただいてるということで。あ、そういうことですね。はい、ありがとうございます。愛感じております。いつもありがとうございます、はい、ありがとうございます、ね、ネギ職さんはあれですか、劇場見に来てくれてる。そうです、そうですね、はい、ありがとうございます、ね、いつもありがとうございます。本当嬉しい、はい、というわけで、はい、そしてですねお便りの方もいただいておりますので、うん、ありがとうございます。読ませていただきたいと思います、はい、まずですね、うん、シースターさんからね。シースターさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、人手マンことシースターでございます。やっぱり人手マンよC のスターで人手マン、ね、人手マンなのよ。質問取り上げていただき嬉しかったです。これからもちょくちょくメッセージさせていただきます、はい、それから深夜おでんが局のラジオに昇格する日を楽しみにしています。いいこと言ってくださる。天気トークは12分じゃ物足りない、うん、追伸近々差し入れさせていただきます。すいません、ありがとうございます。嬉しいですね。さあそしてエリンギさんからね、もういつものメンバーでございますが、いつもありがとうございます。はい、こんばんは、毎晩今週ありがとうございます、うん、質問ですが、上沼さんのネタで出てくるシボンダカービィちゃんはどなたがどうやって作られたんですか今日初めて噂のカービィのネタを見ることができました。めちゃくちゃ笑いました、はい、あれですね、ネタの、そうですね、ね、あのスマビッシュブラザーズのキャラクターに上沼美子さんが出てきたらというコントでございますけれども、15日にオンエアでしたがね、はい、ネタ番組見ていただいたみたいでありがとうございます。あれカービィちゃんはね、あれなんですよ、はい、バランスボールなんですよ。そうなの。ピンク色のバランスボールをネットで購入いたしましたので、お手製ではないそうなんですよ。だから皆さんもね、カービィを倒した感を出したい場合はですね、はい、あの通販でピンクのバランスボールを買っていただいて、買っていただいて空気を適度に、ほんの少しだけ空気を入れて、そうそう、あのね、ゼロじゃダメなんだよ。そうなのよ。ふっくらさしとかね、ちょっとね、うん、ボコボコにされた感じを、ボコボコにされた感じをね。で、やっぱりね、バランスボールちょっとだけあの文字とか入ってるから、それを表に向けないように、ひた隠しにしてね。だからね、こう、ま、出すときにちょっとこう文字見るの。そう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 。っていう。よし、よし、文字。文字自分の方に向いてる、オッケーみたいな。そうそうそう、あのね、それだけを確認してもらわないと、やっぱ向きだけね、そうそうそう、バランスボールみたいな英語で書いてあるから、そうなのよ、それ危ない。それだけ注意してもらったら、うん、シースターさんもカービィのネタできると思います。エリンギね、エリンギさんね。あ、失礼いたしました、うん、まあシースターさんもやりたいでしょうけどもちろんやりたいでしょう。ごめんなさい、エリンギさんですね。はい、そうです、はい、失礼しました。ありがとうございます。はい、さあそして、さらにお便りいただいております、うん、看護師5年目26歳チッチさんから。チッチさん、はい、チッチさん初めてかな、かな、どうかな。ありがとうございます、はい、ますみさん、たけさん、こんばんは。まあ、毎日面白い話をありがとうございます、うん、いつもお二人の仲の良さがにじみ出た話を聞いて、はい、岩盤浴で寝ているかのような癒しをもらってます、だいぶ癒されてます。それは岩盤浴で寝ているようなフィーリングミュージック、ちょっとやかましないいや、いいのよ、いける、うん、人少ない岩盤浴よ、みたいな、なんかめっちゃ緩やかよ、なってんのよ。一人暮らしなので、うん、朝から晩まで家でも永遠流してくれてるそうです、ラジオね。ちっち、
はい。で、ちょっと前にくださってたので、もうすぐ100回目ですね。はい。お二人に会ったことはないですが、トークを聞きすぎて勝手にお二人と友達になった気でいます。すいません。うん、遅刻癖治らないの、めっちゃわかります。ね、仕事とプライベートは別のですよね。うん、ちなみに、ますみさんは、プリセプターさんと年齢も雰囲気も似てて、言ってることも似てるから、勝手に親近感が湧きます。ますみさん、竹内さんがもし同じ職場にいたら、毎日絡みに行ってしまいそうなくらい、トーク内容が毎日共感ばかりです。うん、看護師あるある大好きです。いつか大阪にも他のネタを見に行きたいです。うん、福岡でもぜひ。で、仕事がコロナで大変です。はい、ね、そうでしょうね。そうね、最後にお二人の座右の銘とか頑張るときにいつも思い浮かべることとかがあれば聞きたいです。座右の銘な、うん、なるほど。あります、なんかこうなんかピンチに陥ったときとかに思うこと、大事にしてることだね。大事にしてることですね。あります。いや、スタップ細胞みたいにあるんですか？あります。あ、じゃあちょっと教えてもらってよろしいでしょうか。はい。はい。まあね、特に例えばめちゃくちゃ最近でこそそんなにガンガンに緊張するっていうことがなんやら慣れとかで出てあんまりないねんけど、うんうんうん、やっぱ最初ね、劇場入りたてとか、はい、オーディションライブばっかり出てる時なんかもう足も極度の緊張しいなんで、はい、毎回心臓口から飛び出そうやったんで、はい、まあ、そういう時とか、うん、仕事が終わらへん時とか、うんうんうん、まあいろいろその、まあ看護師で働いてる時とかも、はい、もう入院来るわ、ナースコール止まらへん、急変あるとかで、うん、ノンストップで働いてる時とか、はい、自分が辛い時は私はこう思います。あ、そうちゃんと自分で振ってから行くんだよ。びっくりした、びっくりした。振ってから行くんだよ。急に振って発表するスタイルだそういう時私はこう思います。はい、大丈夫。あ、死なへんからからからセルフエコーでありがとうございます。あ、なるほどね、うん、もう大丈夫。ますみさんらしいですね。なんか死なへんもん、うん、死なへんのよ。そうやね、めっちゃ嫌な仕事やな、うん、めっちゃ嫌やなとかしんどいなと思っても、うん、今死なへんからとりあえず、ね、はいはいっていう、一番嫌やもんね。もう行けっていう。はいはい、なるほど。死にゃせん。例えば怒られる前とか、うんうん、部活の時とかやったらね、ああはいはい、うわもう絶対今から怒られるやんっていう時あるじゃないですか、うんうんうん、でも大丈夫、死なへんから。なるほど。怒られても死なへんしね。はいはいはい、例えばあかんけど漫才でミスっても死なへんから、うん、そうですねっていう。ああいいですね、はい、死にゃしないの。松井さんらしいわ、非常に。そう、うん、うん、そう思ってそう。なんかもういけるしないって、いけるいけるいけるっていう人にも言うしな、これ、うん、言うんや、言うしないって。なんかめっちゃビビったりとか、はいはい、仕事とかでね。あ、言ってるかもな、確かに、うん、しなへんって、しなへんもんなって、うん、確かに。いや、言うことはです、ね、死ぬんやったらビビったやけどみたいな。はいはい、死ぬ可能性があんねやったらな、うん、うんうんうん、それはビビる。そうよ、はいはいはい。だから死なないんだから頑張れ、いけと思う、うんうんうん、突破せえということでね、うんうんうん、自分でも言い聞かせます、ピンチな時は。はいはいはい、はい。竹内さんどうですか？私はもう基本的に岡本太郎さんの名言とかがすごく好きでよく見たりするんですけど、うん、はい、まあ岡本太郎さんはね、まあ、大体いいんですよ、うん、名言サイトとかもあってもう山盛り名言あるんで。確かに。でこれはもう皆さん知ってると思います、はい、岡本太郎さんの名言とかはね、うん、あとね、その岡本太郎さん以外で私が好きな言葉っていうのが、うん、ね、全然知らない人なんですけど、ウォルター・バジョットさんっていう、うん、イギリスかどっかの、うん、経済学者かなんか、頭いい人や。 あんまりその人のことは知らないんですけど、うん、なんかこの世で一番やりがいのあることは、うん、世間が君にはできないと言ったことをやってのけることであるっていう言葉があるんですけども、世間には君、ちょっと今ごめんなさい、文章があれかな、はい、長かったかな、長かった。だからその周りがね、うん、天才ピアニストには無理だよって、はい、M1 優勝無理だ よ、キングオブコント優勝無理だよ、そういうことをやってのけるのが一番やりがいのあることなんだ、はい、っていう。だから無理と言われたからといってやってやるぞ、 それをそういうことこそやれよっていう。かっこいいでしょ。反骨反骨やね。反骨反骨なのよ。なるほど、いい言葉。ハングリー精神で、そうそうそう。っていうのと、あとね、私、うん、この間というかコロナの休みの間に、うん、ハリーポッター見直しとったんですよ、はいはいはい、映画、うんうん。そしたらなんかダンブルドアがめっちゃいいこと言ってて、へ、なんかハリーがね、うん、ハリーポッターごめんなさい見てない方は分かんないと思うんですけど、うん、ボルデモートとすごく似通った点があることにすごく悩んでたんです、
でその時にハリーポッターに対してダンブルドアが、うん、自分が何者であるかは能力で決まるのではない、うん、何を選択するかだって言ってて、うんうんうん、で言ったら結構ポテンシャル、うん、あ自分にこの才能あの人みたいにあんな才能があったらいいのに、うんはい、とかこう売れるためにもさやっぱ才能がないと、うん、みたいな感じで思いがちやけども、うんうん、何を選択するかによってなるほど自分が何者かっていうのが決まっていくんだって。いいでしょ。選択するのが間違わないようにしたい。はい、そうそうそう。選択を間違いたくないでいい。あ、なんか違うな。もうお選択の話に聞こえるんだもの。チョイスは間違わん方がいいでいい。違う違う。あ、伝わってなあ、そらこんなやつ大丈夫しなへんよ、選択するわ。いや違う、だから、うん、そ生まれつきのものとかじゃないって、うん、あなたがこうしたい、こうやっていこうと選んだことで自分の人生は作られていくんだって。そうや、だから自分は能力は低いから、うん、こんな人生は無理だと言うんじゃなくて、選択次第だと、あなたの選んだものがあなた自身なんですって。はあ、まあそれで言ったらね、それで言える。ほんまに今それで言えそう。それで言ったら、ね、言って言って、うん、それで言ったら、はい、私もね、はい、その選択、人生はその選択によってってことでしょ。そういうこと、チョイスによって、そう、自分が何者かっていうことでしょ、うん、だからその選択において言えることがあって、言って、これもありきたりですけど、はい、しんどい方を選びやーっていう。あ、はい、それは岡本太郎さんも言ってました、はい、あ、そうです。危ないと思ったらそっちへ行けと。私だからもうこれは芸人になってからっていうのはそんなにこちらが選択権ないというか、うん、ほんまはだってそんなこれもしたあれもしたってあったってお仕事が来なければ何もできないわけですから、はい、あんまりその選択権っていうのはないですけど、うん、看護師とかやってる時って、うんうん、その選べるじゃないけど自分から辛いしんどい方を選ぶことってできるのよ、はい、その私がそっちの仕事やりますってことですね。やりますとか、はい、これ経験したことないし、うん、とか、うんうん、しんどい時に、うん、その辛い方を選ぶっていうのができたんでね。なるほどね、うん、それは選んでました、大変な方を。ごめんなさいね、今日いい話ばっかりしちゃって。なんとごめん。それでは皆さんおやすみなさい。